こんばんは、ディン。ではの宮空母、キングです。今日は日本の和の心についてお話ししたいと思います。まずは、おもてなしとしては、まず掃除から始まります。最初は、はい。はたき、まあ、ほうき、雑巾使ってですね、はい。あとは、掛け軸、まあ、あとは違いだな。いろいろ、神様、仏様を祀るところですね、とこの間は、はい。和は大切に、まあ、お出迎えする際は、まあ、靴を揃えて中央に置く。お客様には神座を勧めること。あとは座布団はまあ綺麗な方が一番ですね、はい。あとはお茶と和菓子、まあお菓子何でもいいです。はい。覚えてください。まさにおもてなし。まあもうすぐお正月ですけども、お正月はまあ年賀状ですね。はい。まあいろいろありますけども、鏡餅、まあみかんではないんです。代々、まあ代々家が入るように。裏白、あとはエビ、エビはまあ長寿、ゆつり葉、あとは昆布、神立て、あと鏡餅ですね、はい。あと門松はまあ飾り付けですね、はい。あとはまあ、おせち料理、1、2、3、4の10、いろいろあるけども、いろいろ食べていただきたいですね。まあ、お正月は他にもまあ、新年の挨拶で始まります。お雑煮は、まあ、関西は味噌、丸餅に、関東はすまし汁で、まあ、切り餅。はい。いろいろありますね、はい。あとは、まあ、神社の作法は、まあ、二礼、そして二拝、そして一礼、覚えてください。まあ、神社は、まあ、あとは絵馬とか、いろいろあるけども、七福神、わかりますでしょうか？大黒様、恵比寿様、弁財天、毘沙門天、固定、袋中、そして、受動人の7人ですね。はい。覚えてください。お正月は、まあ、すごろく、たこ揚げ、羽根付きですね。はい。覚えてください。今日は日本の和の心についてお話しいたしました。正月、もうすぐ正月ですね。それじゃあ、バイバイ。